どこに行ってたのかはこれ内緒ですか？あ、いえ、あのドイツとあのスウェーデンに。いいな。温暖化対策のアドバイスの期間なんかも、うん、あのヒアリングをしてきました。やっぱりこうあれですか、ドイツとスウェーデンは、はい、最先端？最先端でもないですけれども、うんうん、そういうあの地域の企業や家庭が、うん、いろいろアドバイス、専門家にアドバイスをしてもらえると、自治体も一緒にアドバイスをしてもらえて、うん、自治体を一人にしないで、うん、自治体 の職員必ずしも専門家じゃないかもしれないですけど、うん、そこに専門機関の人がちゃんと一人ついて、うん、自治体 の施設 の、 対策ででも、うん、自治体エリア の、 政策作りでもちゃんと専門家がついていろいろ議論ができる。じゃあ、例えば、うん、牛久市役所の中に、はい、その例えば環境政策課みたいなのがあったとして、はいはい、その中に出向しているプロの人がいるみたいな、そういうイメージのことをやってるってことですか？まあ、出向だったり、うんうん、少なくとも例えば茨城県南部エネルギー事務所で、ね、その建築に強い人がいたとして、うん、そこの何とかさんが牛久市役所の担当で一緒にタウンミーティングも出てくれるとか。なるほどね。もうずっとついてくれて。そうね、確かに全部の市役所に、うん、そのプランの人がなんか出向でいたりとかすると、うん、なんか人数とか大変そうだけど、はい、そうやって県南とか県政とか県央とかで、はいはい、なんかちょろちょろいれば、はい、なんか人数少なく、はいうんうん、効率的に進められそうですね。はいはい、それはそういうふうに進めるんですか、茨城は？進む？いや日本でまだあまり例がないので、これを割と、うん、ヨーロッパのそういう国は、うん、普通にやってるので、うん、取り入れればいいのに。それは、日本が取り入れるために宇田さんが、はいはい、ちょっと教えてみたいな、そういう感じで言って、じゃあこうだったからみたいなのを報告したらそうなる感じですか？いや、それは何とも言えないですけれども、ただ どこで、うん、多分オーストリアのここではどういうふうにやってますと、うん、今回はドイツのバーデンビュルテンブルク市に来ましたが、うん、ここでは市と郡にそういう事務所が一つずつありますとか、うん、スウェーデンはまた別の形態でこういうふうになってますっていう、うん、そういう情報を持ち寄って、うん、どういう形だと日本でうまく回るかなというようなことをいろいろ議論する、そういう材料提供になればいいと思う。やっぱりそういう風な形で現場がなってると、はい、やっぱりその仕事とか、はい、やっぱりそのしっかり考えられた上でできてるなみたいなのはやっぱり感じられました。はいはい、そうだと思います。まあ一人にしないと言いますか、企業でも家庭でもそういう専門家にいろいろ聞きながら、うん、じゃあこれだったらこの対策なら安心だから、うん、断熱建築の工事やろうとか、うん、冷蔵庫の買い替えこういう風にしようとか、うん、会社の機械の回収今度これでやろうとか、うん、安心して投資もできると思います。自治体の人もこの政策こういうふうにいろいろ調べられた、うん、その成果でこれを我が町でもやれば、うん、大丈夫だろうとか、でうまくいかなかったりすることがあるので、うまくいかなくて一人で悩んでるのではなくて、うん、いやこれはこうやってこういうことをやるとまた軌道に乗るんじゃないかと、うん、議論しながら進められると思います。はい、はい、なんかプロの方が見たときに、はい、これちょっと難しくないみたいな政策とか何かを掲げてたりとかする町とかがやっぱり あるっぽい感じします？いやこれちょっと無理があるんじゃないかなみたいな。日本の場合ですか？うんうん、はいはい、あれはいや難しいと言いますか、これは少し、うん、違うんじゃないかと、うん、もっと対策自体に突っ込まないといけないのではないかと、あるいは補助金がいっぱい出てて、これはもっと早く投資回収できるのでこれは補助金いらないんじゃないかとか、いろんなことがあります。こういうのってわかんないっていうか、ね、わかんない、もしかして知ってる人はさ知ってるのかもしれないよね、はい、なんかあるんだろうね、はい、ちょっとね、いいな、私もドイツ行きたい。次回はね、次はお願いします。カバン持ちで、はい、大丈夫です、任せてください。美味しいとこだ、事前に調べたときに。
ということで今回も歌さんに、はいね、今のもうドイツとスウェーデンの話に今日終わっちゃう可能性があるから、はい、ちょっと前回もあの一つの質問終えられなかったんで、うん、今回ちょっとこちらの質問で参りたいと思います、はい、ご覧くださいドン。はい、今年のもう、あ、違うだ、今年の猛暑や大雨などは温暖化が原因ですかということで、まあ、前回もね、うん、そう異常気象の話とかで、うん、やっぱり温暖化が原因なんですかって話をさせていただきましたけども、うん、今年、あ、でも今も最近は涼しくなりましたかね、はい、でも今日も昼暑かったな、暑かった、はいはい、で今年について、うん、もうあの統計で発表されてて、うん、されたんだ、今年のまず7月は1ヶ月単位の平均気温、うん、世界の平均気温、はい、あの観測史上最高でした、まあ、観測史上というのは史上最高ではなくて、あの温度計で測り始めて140年ぐらいだと思います、うんうん、でその期間で最高気温でした、うん、で8月がそれに続く7月に続いて2番目というふうに世界気象機関から発表されて、で今度3ヶ月ごと の,、ま、3ヶ月単位のまとめで、うん、6月から8月の世界の平均気温、うん、これも観測史上最高でした。だから、まあ、暑い夏とはもう猛暑というか、7月の発表の時、記録が発表された時に、うんうん、国連事務総長がもう地球温暖化でなくて沸騰化であると、そういうふうにコメントをしています。そういう大変危険な状態に、うん、なってきたという、そういうことが言えると思います。でこれが温暖化が原因かどうか、早くもなんか速報が出ていて、まずヨーロッパについてヨーロッパの研究者が、うん、気象学者たちが温暖化が原因かどうかというのを点検をして、まあ、温暖化がないとこの異常高温、7月 の,、うん、ヨーロッパの異常高温は起こりにくいというふうにすでに分析をしています。で今度日本の8月 の,、うん、猛暑についても、うん、これは日本の研究者、東大のグループがもうすでに分析をして、うん、でこれも温暖化がなければほぼ起こらなかっただろうというふうに分析をしています。ですからこの猛暑、まあ、いろんな気候の気象の状況あるんですけども、気圧配置だとか、うん、太平洋 の,、うん、水温 の, 状況だとかいろんな要因ありますけれども、このじわじわと上がっているこの地球温暖化、これがなければこんなに暑い夏は起こらなかっただろうというふうに日本でももう分析はされていて、もう今年については猛暑、あと大雨、この線状降水帯、うん、もう7月、ね、そう、ね、線状降水帯っていう日本語最近よく聞こえるんですけど、はい、線状降水帯って何なんですか？あとはもう一筋の線のように雲が動いていて、その線に並んだところだけが猛烈な雨が降ってると、その周りはそんなに降ってないと、ただそこにその地域は大変、大雨が降り続いて、例えば東海道新幹線が止まったことを今年の夏何度かあったと思います、うんうん、そういうことがありましたし、別にそれは静岡県だけでなくて、うん、6月から8月ぐらいにもう毎日今日は秋田でもう、うん、洪水になりましたとか、次は富山ですとか、うんうん、あと九州でもそういうことあったと思いますし、うん、そういうことが相次いでといいますか、もう毎日そういう洪水のニュースを今年は聞いてたと思います。でそうしたことがこれも分析をされていて、まあ、温暖化がないとなかったというところまでいかないですけれども、うん、100年に1回ですとかね、なんかそういう大変な頻度、低い確率ですが、温暖化が仮になかったら、そういう低い確率でしか起こらなかっただろうというふうにもう分析をされているようです。
から、最近はそういう分析技術、気象学のそうした分析の、知見が発達をしているので、個別の異常気象、これの原因は何だろうというような、そういうことがいろいろ研究者によって分析をされて明らかになってきています。この設問で言うと、昔ですと傾向としては温暖化だけれども個別のことはなかなかわからないというふうに答えてたんです。でもここ 1,2 年ではもうそういうちゃんと分析が出てるので、これについては温暖化の気温がこれぐらいありますとか、もう今年の日本の猛暑あるいはヨーロッパの猛暑のように温暖化がなかったらほぼ起こらなかったでしょうとか、そういうことがより強く確信を持って言えるようになってきました。今年もう夏は終わりでいいんですよね、はいはい、秋でいいんですか。はい、だと思いますが、ただ秋にしては結構気温が高いじゃないでしょうか。なんか春と秋がなくなるみたいな、そうですね、夏と冬だけ。本当にそうなっちゃったらどうするんだろう。いや、それに近いのかもしれないです。で、冬は冬で、平均気温は上がってるんだと思いますけど、気候が極端になってるので、大雪が突然降ったりとか、地球上のどこかでですね、そうしたことが温暖化だから、なんかじわじわ冬も暖かくなってよかったね、なんてそんな生優しいものではなくて、夏は大雨かもしれないし、逆にすごい乾燥してしまって、ニューヨークでカナダの山火事が見えたとか、ハワイで、島で山火事、今まで考えたこともありませんでしたけれども、ああいうことが起こったりとか、そうしたことが起こりうるようになってます。でもなんかわかんないけど、そういう風になるかもしれないねってなった時に、その火事とかをどうにか、ね、できるようにしなきゃいけなかったりとか、なんていうの、そのこうなったら大変みたいな地域がどことかも分かるようになってくるんですか。それは分かんない。今の段階ではまだかもしれないですけれども、どの地点がというのは、もうちょっと調べないといけないのかもしれないですけれども、ただこういうことが起こったらどういう対処をしなくちゃいけないのかというのは、また今度別に考えなければいけないことだと思います。山火事でも、あちこちで、よく起こるところとしては北アメリカですとか、オーストラリアですとか、あと地中海でも、ヨーロッパでも乾燥しやすい南ヨーロッパの地中海沿岸ですとか、そうしたところで最近毎年のように山火事が発生したりというようなことがあって、そうなった時、ならないようにするんですけれども、なったらこういう対処ということは考えなければいけないことだと思います。洪水でも同じように考えなければいけないということだと思います。だって本当水戸とか大変そうだと、もちろん砦もそうだし、龍ヶ崎もそうだし、あと高萩とかあっちの方もこの間のやつはすごい大変だったわけじゃない。一つ市役所が水使っちゃったりとか、だからなんかね、ちょっとなんか心配だなと思うことが増えて、なんか対策できるんだったら対策したいなと思うし、ここが危ないよって言ったらなんかもう少し逃げられたりとかすればいいのにと思うけど、それはもう少し先の話なんですかね。ここというのはそうで、まず大前提としては、これそういうことがもうこれ以上悪化しないように、その原因になる温室効果ガス、二酸化炭素の排出を早く減らさないといけないというのが大前提であると思います。でその上でいろんな気象災害が起こりうるので、それ予測をして、で起こったらまず起こる前にこういう天候だったらこういう対処しなくちゃという、でこういざ洪水になってしまったというようなことになったら、そのまた対処法を事前に準備しておいて、少しでも被害が小さくなるように考えるか、何段階かでいろいろ考えていけるといいんだと思います。ありがとうございます。これは次の質問に果たしていけるのか。いけるのかな
原因は、まあ、温暖化だということが言えますと、はいはいはい、次何の質問なんだろう。だもん日本の排出削減目標っていうのはこれ CO2 の排出と削減目標ってことですか。2つあってですね、うん、温室効果ガス、うん、その中のだいぶ大きな部分が二酸化炭素です、うんうん、で日本の削減目標は温室効果ガス二酸化炭素を含む二酸化炭素が 90% ぐらいだと思いますが、うん、その他にフロンだとかあと、うん、聞いたことある。フロンは人工化学物質ですね、うん、4つぐらい、細かくいくとなんかたくさんありますけれども、4つぐらい種類があります。あと、うん、田んぼなどで出てくるメタンだとか、メタン聞いたことある。あと一酸化二窒素ってありますよ、ね、それ知らないやつだ。肥料からも出たり、廃棄物から出たりするところがあります。牛だかなんだかのゲップ、はい、ゲップもメタンです。メタン、そうそうです。なんで牛のゲップは、うんね、二酸化炭素じゃないんですか。なんで なんて言いますかね、空気の少ないところで反応すると、空気が十分なところだと二酸化炭素になるんだと思います。人間もゲップってメタンですか。人間はどうでしょうね、ちょっと調べてみました。空気が小さいところだったら人間もメタンなのかな、ね、怖い。 山の上とかで、ね、メタンかもしれない。でもね、でも、ね、人間とは言われないから牛なんでしょうね。牛は特に半数胃袋がいっぱいあるから使って、で そこで時間をかけて消化をするようなことをして、牛だけでなくて、うん、ヤギだとか羊だとかでも、そうなんだ、牛だけなのかと思う。半数動物といってますね。へー、面白い。でその目標が温室効果ガス全体で2030年に2013年に比べて 46% 削減というのが日本の温室効果ガスの削減目標で、その中でエネルギーからの二酸化炭素、化石燃料を燃やして出てくる二酸化炭素、これを 45% 削減するというそういう目標になってます。じゃあもうエネルギーからあれするのはもう半分以下に、はいはい、半分以下じゃない、半分ぐらい、 半分ぐらいです。でこれ世界の他の先進国と比べてみると、うん、グラフが出るでしょうか。グラフあるかな。まず最初に世界でどれぐらい削減しろということが科学レポートで言われてるかのグラフが最初の前回のスライドに入ってるかな。ある、うん、スライドですか。はい、すいません。前回、いや、もしかしたらいないかも、はい、いる、はい、これが世界のでですね、うん、世界であと7年、2030年でほぼ半分にしようと、2019年に比べて48% 削減、まあ、半分ですよね、うん、あと7年ですけれども、でその5年後、2035年に 65% 削減で、2050年頃にゼロ、こういうふうにしていくと先ほど話題にしたような異常気象なんかが小さく抑えられるだろうという、産業革命前からの気温上昇を 1.5 度に抑えることができるだろうと、この科学レポートでは言っていました。で、1.5 で収まってないですよね。今 1.2 度上昇ぐらいだと思います、うん、でだってめっちゃ暑くなってるのに。これ、ね、年平均気温なので1日ごとだとすごいばらつきがありますけれども、世界で平均をして、かつ年間の平均だとこれぐらいということです、うん、でもこれが 0.1 度上がるっていうのがすごい大変なことなので、平均してるからですね。でこれについて新しい報告が2日前ぐらいに出て、最近、はい
これは国連の気候変動に関する政府間パネルというところの、はい、報告ですけども、はい、最近先進国の集まりの OECD 経済協力開発機構 の、うん、エネルギー版の国際エネルギー機関 IEA と言ってますが、そんなのあるの？ここがですね、2050年排出実質ゼロへの道というこういう報告を2年前に出して、その改訂版を2日ぐらい前、確か2日前に発表して、先進国はもっと減らさなくちゃと言って2035年には 80% 減らそうと、世界では 65%、まあ、排出を、コロナ前2019年だからコロナ前の3分の1にしようという、そういう目標をここで立ててますが、先進国は 80% 削減、しかも2022年に比べて、それはやっぱ現実的なんですか？技術はあるんですけれども、スピードができるかということだと思うんです。で、このあと7年で半分というのも、技術はもう十分にあって、省エネと再生可能エネルギーでもう世界で減らせる技術が十分にあると、でかつ光熱費が減るので、ちょっと設備投資しなくちゃいけないですけれども、かえって儲かるような対策もいっぱいあるというふうに、この報告でも同時に発表をしています。で、この次に日本の目標を他の先進国と比べてどうなってるかっていうのを、先ほど2013年比で言いましたが、他の国はだいたい1990年に比べての目標を立てているので、はい、それで比較をしてみると、日本が 40% 削減ぐらい、カナダは低いですけども、アメリカがそれよりちょっと高くて42%から44% 削減ぐらい、高いところはデンマークが70% とか、デンマーク、イギリスが 68% とか、ドイツが 65% とか、ヨーロッパ連合が全体で 55% とか、まあ、こういう結構高い目標を、ね、掲げています。で排出ゼロ の目標も日本は2050年ですけれども、フィンランドが2035年、もうあと10年オーストリアが2040年、ドイツが2045年、ヨーロッパの国は、できそうな無難な目標ではなくて、あえてチャレンジングな困難な目標を立てて、でもでそれに向かって一生懸命努力するっていうことが評価されていて、もうほっといてもできるような無難な目標で、あ、できましたっていうのはあまり評価されないような、そういうことなので、あえて少し困難な目標をいろいろ立ててると思います。これ日本のは無難な目標になってるんですか？まあまあ、これで見るともっと高い目標を掲げてる国から見るとそういうふうに見られてるかもしれません。もっと高い目標にしなくちゃと、また排出ゼロの目標も、ほとんどの国2050年ですけれども、国連事務総長がもう先進国は10年前倒しで2040年に排出ゼロにするようにという、開発途上国はもうちょっと遅れると思いますので、もう技術も資金もある先進国はもっと早く、もっと大きな目標で掲げて、でそれに向かってちゃんと対策取るようにというふうに発破かけられているところです。質問が来ているので、それを答えて多分きっと時間かなと思うんですけれども、コメントお願いします。はい、コメント、リュウゴンさんのコメントよろしくお願いしますかね、削減目標を個人が意識しやすくするにはどうしたらいいんだろうか。はい、ありがとうございます。
あのまず国の目標もそうなんですけれども、それをいろんなセクター別、あの工場はどうする、オフィスがどうで、家庭がどうで、車がどうっていう、まあそういうあの一応目標あるんですけれども、日本の目標もあるんですが、そういうふうにより身近な例えば家庭は 66% 削減とか、日本の目標でもそういうふうになってます。でこれをでもこれのこの家庭も日本全体の家庭の目標なんですね。で今度は地域はどうかというので、牛久市全体、これ家庭じゃなくて牛久市全体ですけれども、2030年に確か33% でしたかね。でさらに牛久市 の工場、オフィス、家庭、車でこういう目標というふうに、地域のより身近で自分たちの比重の高いようなところの目標にどんどん落としていく。でさらに牛久の家庭でしたら省エネでこれだけ減らしますと、で再生可能エネルギーの電気に変えることでこれだけ減らしますとか、より目に見えるような取り組みがちゃんと点検できるような、そういう目標にどんどん細分化していくと、より身近になって、自分はそれに貢献、我が家は貢献してないなとか、もっとそれ以上達成できたので、この調子でもっと頑張って上行きましょうとか、そうしたことが身近に点検できるようになると思います。どこか遠くのお話になってる間には当事者として頑張ろうというふうにならないかもしれないと思ってます。ありがとうございます。なんか間違った操作をしてしまってなんか私さ、誰かのメッセージなんかおかしくしちゃったよ。他に質問来てるかな。オッケー、いいよ。はい、ごめんごめん、はい、他にコメント来てますか。他のコメント、中島隆二さん、はい、今キッチンから SDGs で CO2 を減らすために家庭から出る生ゴミを土に戻す魔法の土というのを開発中です。何したんだ私。魔法の土知ってますか。いえすいません。他にはですね、はい、横陳さん、うん、気温も高いですが日差しの強さが昔と全然違うように感じます。確かに。これは実際そうなんですか。地域によるかもしれないですけど、そういう傾向にあると思います。で日射量をちゃんと測ってると、それが今日はより強いとか、そうしたことがもっと数字でちゃんと出るんじゃないかと思います。それ なんで違うんですか。その日の当たり具合が、うん、